八坂神社は、京都府京都市東山区祇園町北側にある神社、22社の一社。旧社格は、官兵大社で、現在は神社本庁の別表神社。全国にある八坂神社やスサノー村を祭神とする関連神社の総本社であると主張している。通称として、祇園さんや八坂さんとも呼ばれる。 祇園祭りの道元としても知られる。本で南老門家間道元の祭人であった五図天皇が祇園少社の守護神であるとされていたことから、もともと祇園神社、祇園社、祇園関心院などと呼ばれていたものが、慶応四年イコール明治元年の神仏分離令により、八坂神社と改名された。京都盆地東部、市場通りの東端に鎮座する。境内東側には、 しだれ桜で有名な演山公園が隣接していることもあって、地元の氏神としての信仰を集めるとともに、観光地としても多くの人が訪れている。正月三が日,日の初詣の参拝者数は近年では約100万人と京都府下では伏見稲荷大社に次ぐにとなっている。また、東西南北四方から人の出入りが可能なため、楼門が閉じられることはなく伏見稲荷大社と、 同じように夜間でも参拝することができる。現在の祭神は以下の通り。明治時代の神仏半前令以前は主祭神は以下の御柱であった。五図天皇は紀元不祥の集合神で祇園少女を守護するとされ、日本では須佐の尊と同神とされていた。話うめめは五図天皇の項神であることから須佐野の鬼祭である釧稲田姫命と同一視された。 クシー・なダ・ヒメイは、方角の栄法を司る、都市徳神と同一と見なされていたこともあり、歴史としても信仰された。八王子は、後図天皇の八人の王子であり、暦神の八将神に否定された。毎度のまた、東御座には社殿に、明確な記述がない蛇毒鬼神が祀られている。この神は、砂葛竜王の娘で、今午前、第二夫人のことと呼ばれる。 または、山田のオロチが変化したものとも考えられている。社殿によれば、斉明天皇2年、高栗から来日した、朝身福祉伊藤行臣の創建とされる。小津天皇は、釈迦の生誕地にちなむ祇園少女の守護神とされるが、実際には、インド、中国、朝鮮において信仰された形跡はなく、日本独自の神である。名は、 白ラのゴズさんに由来するのだという説があるが、これも定説にはなっていない。そして、山城国アタゴグに八坂里に祭り、八坂づくりの姓を賜ったのに始まるとする。しかし、上記の伊都市行きおそう建設は現存する、歴史資料からは根拠に乏しいものと批判されている。戦後における擬音者の創始についての先駆的な学術的研究は、久保田治の 祇園者の創始についてであり、これは今日においても一定の指示を得ている。久保田は、同論文において、資料を詳細に検討した結果、祇園者は、上元18年像、援助が神宮寺であるみ喜び寺を混流し、ほどなく祇園神が衰弱したものと結論づけている。なお、中世において、吉田新党に採用され、江戸時代には通説化していた。 ハリマ国広報潜座説については、平安時代の資料に全く現れず、鎌倉時代以降に広報者側から主張し始めたとの文献検討の結果、これを否定している。祭人は当初は、祇園天神、または天神とだけ呼称されており、ゴ頭天皇の名が文献上は出てこないことから、最初はゴ頭天皇、スサノーソンとは異なる天人が祭人であり、 やがて五頭天皇と佐サ尊が相次いで集合したものと考えられている。古くからある神社であるが縁起式神明朝には記されていない。これは神仏集合の色合いが国当初は幸福寺ついで延暦寺の支配を受けていたことから神社ではなく寺とみなされていたためとみられるが、後の22社の一社にはなっており神社としても見られていたことがわかる。 平安時代中期頃から一体のうぶすながみとして信仰されるようになり、朝廷からも熱い通敬を受けた。気温祭りは、上岸11年に各地で薬病が流行した際に、上泉園で行われた、御霊会を起源とするもので、天独元年頃から当社の祭礼として毎年行われるようになった。上平四年に見喜び寺のシーンとして、関心員が混流されると、間もなく、 立場が入れ替わって、関心院が、祇園社の別当時となり、ますます神仏集合が進んでいき、名称も祇園関心院と呼ばれるようになった。また、当社は長らく宝省州の幸福寺の末社であったが、十世紀末、紛争により天台州の延暦寺の末寺とされた。延久二年には、祇園社は、鴨川の西岸の広大の地域を、境内として認められ、朝廷権力からの、 不入権を承認された。この頃から祇園者は騎士一族が執行家として世襲支配するようになる。かろ三年、延暦寺は法年の墓所を関心院の犬新人に申し付けて破却している。取得元年に足利義満は祇園者を比叡山から独立させた。だが、それで祇園者が幕府配下となったわけではなく、以降、祇園祭りは、 経済的に力をつけていた京の町衆により行われるようになり、現在に至っている。慶応4年の神仏根高禁止、神仏分離により関心人は廃寺とされ、名称も祇園関心人から八坂神社へ改めた。近代社格制度の下1871年に官平中社に列格し、1915年に官平大社に昇格した。 令和2年12月23日付で本殿が国宝に拙者増者など26棟の建造物が重要文化財に指定された。大万所大旅所極社祇園祭りの観光祭の日に建てられる極社のお刷毛内は各社祭人。古くは大万所大旅所と少々大旅所があり、前者には須佐のお孫と八王子が進行し、 後者には櫛井田姫命が信仰していたが、1591年、豊臣秀吉の命によって、四条京国のお旅所に統合された。大聖書旧席には、商社が建てられ、現在でも毎年7月16日には、薙刀鉾の神剣灰、大の儀式が行われ、その周辺は、大聖書町と言われている。位お所の旧には、天皇が建てられたが、 1877年、京都御苑の宗方神社境内に移された。現在では、中京区唐間通り竹谷町下るに、少々、伊町、中京区車谷町通り恵比寿川上るに、少々伊尾旅町の地名が残されている。祇園祭り前祭り山鉾池通り巡行その他にも、四季を通じて、祭礼、神事が取り行われている。本殿細部石取り伊抹ゃ。 恵比寿社社殿建造物2020年度、岸定の重要文化財、老門、恵比寿社社殿、石鳥居に未指定の建造物26棟を追加指定して、八坂神社一軒29棟となった、美術工芸品重要文化財の社殿の画像鉄道バス社、ありがとうございます。